はい、どうもこんにちは。ケン先生です。今日からですね、数回にわたって昆虫をマスターしていきましょう。それではね、早速昆虫の話にレッツゴー。で、まずですね、基本的なところからお話ししたいと思うんですけども、昆虫って何だと思いますかちょっとね、頭に浮かんだ昆虫を一度ノートに書いてみてください。さあ、書いたでしょうかまあ、例えばですね、ダンゴムシだったりとか、ムカデだったりとか、 雲だったりとか、いっぱいね、あげていただいたと思うんですけども、実はですね、これはどれも昆虫じゃないんですね。というのもですね、昆虫に当てはまるか当てはまらないかっていうのはですね、ちゃんとした条件があるんですね。で、その条件はたった二つ。まず一つ目がですね、体が頭、胸、腹の三つに分かれていることです。 このような感じですね。上から頭、胸、腹となっているような状態じゃないと、昆虫とは呼べないんですね。まあ、身近なですね、昆虫でいくと、アリなんかをね、捕まえてみていただくと、ちゃんとね、こんな風になっています。ちなみに、先ほど出ていた、雲だったりとか、ムカデだったりとかもそうなんですけども、特に雲なんかはですね、上が東京部と言いましてですね、頭と胸が一緒になっている部分。で、下側がですね、腹部と言いまして、二つに分かれているんですよね。 ま、ちなみにですね、これは余談なんですけども、あの、雲のようなですね、こう二段になっているのは日本の雪だるま。昆虫のようにですね、頭胸腹の三段のですね、雪だるまはどちらかというと海外の雪だるまがこうなんですよね。アナと雪の女王っていうですね、映画があるんですけども、それのですね、オラフって実は三段に積まれていると思うんですよ。まあ、昆虫とはね、全く関係ない話ですけども、まあ、そういったですね、違いがあったりとかします。 そしてですね、二つ目の条件はと言いますと、胸から足が6本生えているということですね。先ほどの図を見てみると、頭、胸、腹に分かれている真ん中の胸の部分、ここからですね、足が6本生えていると思います。なので、頭から足が生えていたりとかですね、お腹から足が生えているっていうようなですね、昆虫はいないです。すべて胸から足が6本ですね。 ちなみに、先ほども出てきた雲なんですけども、雲は東京部。まあ言ったらですね、この東京部の、この胸の部分ですよね。が頭に入っていますので、ここから足が8本入っているというような感じですね。なので足が8本。ということは、雲は昆虫ではないです。ムカデもダンゴムシも足がたくさん生えていますよね。ということは、昆虫ではありません。というのがですね、昆虫になるかならないかのですね、大きな違いでございました。 たった二つの条件なので、しっかりと覚えてください。ではですね、今から回答時に注意してほしいところを言っていきたいなと思います。ではですね、まず一つ目の条件の、体が頭、胸、腹の三つに分かれているっていう文章があると思うんですけども、答えるときはこれをそのまま書いてください。よくある間違いとしましては、体が三つに分かれている。 ま、確かに3つには分かれているんだけど、どんな風に分かれているかっていう答えが大事になってきます。あとはですね、体がっていう文章を抜かしてですね、頭、胸、腹の3つに分かれているとかですね、もうそもそも3つに分かれているしか書いていないっていうような答えもあるんですけども、まあ、テストっていうのはですね、この主語が抜けるっていうことをすごく嫌うんですよね。だから、その部分もしっかりとね、答えていくようにしましょう。 ここはですね、すごく基本的なところですので、原点っていうよりかはですね、学校によっては罰になってしまいますのでね、すごく丁寧に答えましょう。で、次にですね、二つ目の条件の注意点なんですけども、これもですね、答えるときに、胸から足が6本入いている。これをしっかりとね、書くようにしてください。まあ、よくあるですね、答えの間違いとしましては、足が6本ってね、書いてくれる子がいるんですけども、どこからっていうのがですね、かなり大事になってきます。もし、足が6本だけだと、 頭から6本吐いてるかもしれないし、頭、胸、腹からそれぞれ1本ずつ吐いているかもっていうですね、考え方もできますので、しっかりと胸からっていうのを書きましょう。そしてですね、もう一つ注意点がありまして、6本っていうですね、本数なんですけども、実は別の表現があります。というのもですね、これ左右に1本ずつこう吐いているわけじゃないですか。この、 左右一個ずつを、ついって言うんですよね。これをね。ってことは、三つついがあるということで、胸から足が三つい生えている。とかですね、左右に三本ずつ生えている。っていうような表現をなされるときがあります。まあ、特にですね、穴抜き問題だと、昆虫は胸から足が、かっこ、本生えている。っていうのであればですね、かっこの中は六でいいんですけども、 例えば、昆虫は胸から足がかっこつい生えている。だと、三ついにする必要がありますよね。そういった感じでですね、文章をしっかり読んで、それに合わせたですね、答え方をしていただきたいなと思います。というわけでですね、今回の昆虫についての、まずは基本的なですね、何が昆虫になるのかという授業でございました。 次はですね、さらに頭、胸、腹にどういった機能があるのかとかですね、そういうのを細かく見ていきたいなと思います。それでは次の授業でお会いしましょう。さよなら。